スティグ・リンド・ベリとリサ・ラーソン・インガリサ・ラーソンは、スウェーデンの世界的な陶芸家、デザイナー。有名な彫刻にスモール・ズー、ABC ・ガールズ、アフリカ・チルドレン・オブ・ザ・ワールドなどがある。リサ・ラーソンは1931年、スウェーデンの南部に生まれた。1949から54年、ヨーテボリ大学芸術学部デザイン工芸校に、 学んだ後、スウェーデンの陶磁器メーカーグスタフスベリのアートディレクターであったスティグ・リンドベリに採用されて、グスタフスベリファブリカに入社した。1952年、グンナル・ラーソンと結婚。1980年、ラーソンはグスタフスベリを離れ、フリーランスとなり、数多くのスウェーデンの企業と仕事をした。その中には、図下、 キュペラータバフォーバンデと HLANS 百貨店などがある。グスタフスベリシャは1987年に買収されて工場も閉鎖された。1992年、ラーソンはかつての同僚数人と共にカラマックス・トディアン・アイ・グスタブズバーグを設立した。このスタジオで新たなデザインと商品が今も作成されている。ありがとうございます。